皆さん、こんにちは、こんばんは。ゆうです。今回はヨーロッパの強豪、スペイン代表の NBA 選手について紹介していきたいと思います。それではどうぞ。スペインといえば、ガソル兄弟やリッキー・ルビオなど、とにかく有名な選手たちがたくさんいるということで有名です。ここ最近はフランスやドイツなどなどにややお株を奪われているところではありますが、相変わらず強いということを今回も発揮してくれています。この間もオーストラリア代表とすごい競っていましたし、ギリシャともいい試合をしていました。とにかくいろいろと面白いチームですので、皆さんぜひ見てみてください。それではロスター紹介。まずは2番から8番。現在 NBA で活躍しているのは7番のサンティ・アルダマ。他の選手たちも相当なスキルの持ち主であり、とても試合が見ていて楽しいです。続いて9番から23番。16番のウスマン・ガルバは昨シーズンまで NBA で活躍していました。今シーズンからユーロに戻るみたいな話は聞いていますが、もしかしたらどっか契約すでにしているかもしれませんし、NBA の方からどっか声かかる可能性もあるので、まだ一概には言えませんが、どうなるのかっていうところはちょっと期待しています。10番と14番のエルナン・ゴメス兄弟はもともと NBA でプレーしていました。10番のホアンチョ・エルナン・ゴメスの方は、ネットフリックスで見れるハスルという映画の主人公をやっていて、私はそこで彼のプレーを始めてみたというか、そこからNBA の方で彼を追ってはいたんですけども、まあ結構いい選手ですし、14番のウィリー・エルナン・ゴメスはもうセンターとしてとにかくフィジカルを生かした、そして外もある程度打てる、とても優秀なセンターです。それでは選手紹介に行きましょう。一人目はメンフィス・グリズリーズに現在所属しているサンティ・アルダマ。アルダマといえば NBA 現在3シーズン目ではあるんですが、昨シーズン怪我人が多発したメンフィス・グリズリーズでかなり伸びた選手なのかなと思っています。それまでの2シーズンはよくウォリアーズとの対戦で見ていたんですが、あまり積極的ではなくやや消極的に見られるプレーも多かったんですが、昨シーズンは一変、一気に自ら何とかしてやろうという気持ちが前面に出てきて、スコアラーとしてかなり伸びたのかなと思っています。211センチと高身長ではありますが、スリーポイントショットがとても滑らかなシュートタッチで打てるということもあり、それを武器にスリーポイントで相手を釣り出し、カウンタードライブで相手のリムを攻めてみたりなど、本当にいろいろなことができるようになったアルダマ。来シーズン、いや今シーズンですね、今シーズンのグリズリーズの躍進の一役を担うのか、そこがとても楽しみです。2人目は昨シーズンまでゴールデンステイトウォリアーズに所属していたウスマン・ガルバ。ガルバはドラフト1巡目で取られた選手で、ディフェンスとパスセンスというかゲームメイクかな、そういうところがもともと売りという形でみんなに期待されていた選手なのかなと思っています。ただなかなか NBA に定着することができず、昨シーズンは 2way 契約でゴールデンステイトウォリアーズに来ました。そこでドレイモンド・グリーンという自らのタイプに近い選手にいろいろ学んで活躍すると思ったのですが、本人の怪我やなかなかコンディションが整わないということもあったり、あとはトレイス・ジャクソン・デイビスなどロスターの層がかなり厚くなってしまったということで、シーズンの大半をサンタクルーズ・ウォリアーズの方で過ごしていました。 G リーグの方ではかなり無双はできているようなんですが、 NBA の方では得点力不足というところがかなり目立っており、なかなか定着することができていないというところになります。今後彼がどこに行くのかとても楽しみです。どうだったでしょうか。今回はスペイン代表の NBA 選手について紹介してみました。すごい意外だなと思ったのが、もともとオーストラリアと競っていたということは知っていましたし、その試合は見ていたんですが、その次の試合ギリシャですね、ヤニス・アデトクンボ、前回の動画で紹介していたんですが、彼が率いるギリシャを倒したというところがやはりすごくびっくりしました。ギリシャもカナダ代表にかなり追い詰めていたというか、カナダ代表をかなり追い詰めていたということで、すごい強いチームだと思っていたんですが、まさかそのチームに勝つとは。というかアルダマがびっくりするぐらい上手くなってました。この動画では本当にさらっとしか触れませんでしたけども、ランニングシューターとしての活躍もしてますし、本当にインサイドでの戦い方もできますし、
本当にいろいろなことができるようになってきたアルダマが、本当に来シーズン、ジャモラントが戻ってくる、JJJ がいる、ベインがいる、スマートがいる、そんなグリズリーズにこのアルダマが加わると考えると、本当に怖いなと思って、このスペイン代表の試合は見ています。皆さんはどうですかね？アルダマの評価。僕はこのフィバー、オリンピックで爆上がり中ですね。本当に怖い選手だなと思います。まあ他にもいろいろ怖い選手っていうか、まあ紹介しているチームにもいろいろいたりはするんですが、やっぱりこういう大舞台でいろんなことを経験するっていうことは今後のその選手のキャリアに大きな影響を及ぼすことだと思っているので、いろいろなことを学んでどんどん頑張っていってほしいなと思います。それでは今回の動画はこれで終わりです。最後まで見てくださった方々ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。